つもご視聴ありがとうございます。今日はすっごく嬉しいアクセサリーが届いたのでご紹介です。はい、マーク・ミレンさんから私が頼んだのはこちらの2つ指輪なんですけど、すっごい可愛いんです。もうすっごい嬉しい。はい、もう初めてですね、こんなこと全然なかったから。はい、で早速紹介していきます。はい、ではこちら1点目見て、こんなに綺麗なの、キラキラ。はい、ということで今回はマーク・ミレンさんという北欧ジュエリーのお店さんからのご紹介動画となっております。最初お話しいただいた時、アクセサリー、もうすぐ飛びつきました。本当に可愛いんですよ。いやー、もう見てくださってる方の、もうそう思われてると思います。本当にキラキラ。2つお願いして、届いたので早速ご紹介してるんですけど、重ね付けできるっていうのもすごくいいなって思ってます。かわいい。手持ちのこうシンプルなリングにこのキラキラした指輪ジュエリーをつけるっていう、いやもう本当夢のようなお話で、もうこれでもテンションが上がってるんですよ。本当に重ね付けしても可愛い、手持ちの指輪につけても可愛い。ここにね、赤い、ね、石が一つついてるの。今でしたら 15% オフで、クーポンが出てるので、概要欄に載せておきますので、よかったらご利用ください。公式オンラインストアも載せておきます。これをつけてみよう。それでは引き続きご覧ください。どうやっても可愛い、重ね付けするとすっごい可愛い。私の手がすっごい手荒れしてて汚くて申し訳ないんですけど、本当に可愛い指輪です。重ね付けしなかったらこんな感じです。見えますか。で、これ石が下に向いてるけど、まあ、これ自由なんで、多分こうやってしても全然いいんですよ。すごいかわいい、かわいい、かわいいしか言えない。でもう一つ届いたのがパールなんですよ。真珠、ハロリングっていうのかな、ハロリングっていうんですって。で私これね、サイズは選べるから、ただわからないから、いろいろこうちょっとサイトに行けばわかるんだけど、人差し指にしたかったんですよ。それで大きめ頼んだんですよ。じゃーん、人差し指に、ほんとやだ、指ごっつくて嫌なんだけど、かわいい。
かわいいでしょ。これはね、4299円となってる。人差し指、中指には私の場合入らないサイズ選んだんだけど、小指じゃない、薬指にも大丈夫。っていうかね、人差し指にしたくてね、私これお願いしたの。ほら、さりげない、なんていうのかな、ナチュラルテイストな服の時とか、ちょっとかしこまった感じの時とか、すごく良くないですか、この真珠。持ってないんですよ、私こういうのは。指輪は好きなんで、いただいたりとか、自分で買ったりとかね、いろいろしたりしてて、いやこれはすごい可愛いです、今度これ人差し指にしようと思います。これはねステンレスだから、こう金属アレルギーとかある人とかでも大丈夫みたいなんですよ。で、私アレルギーだけど、金属アレルギーはまあ、あまり感じないんだけど、だけど安心ですよね、ステンレス。いや、ほんとかわいい。もう私ね、指輪好きなんですよ、ほんとに。ネックレスとかも好きで、ピアスも好きで、もう光り物、なんか好きなものだらけ。服も好きだし、指輪も好きだし、何、ピアスとか、もうネックレスとかも全部アクセサリーも好きだし。はい。で、この指輪、なんていうやつだったかな。私もあんまり、詳しくないから。あった。フレアリング。フレアリングです。6199円。私はね、ゴールドかな。なんかね、頼んだ、色が3種類ぐらいあって。そうだな、これゴールドかな。18金コーティングってなってます。18金コーティングになってます。はい、石はねキュービックジルコニア。まあ、サイズの方法はね自分で、把握されてる方は自分でチェックしてみてください。っていうかね、もうほんとこれ自分で、これはもういただき物の、アミュレットシリーズのアミュレットの指輪なんで、本物の石なんですけど、これに、これ、このキュービックジルコニアと、ね、この石、もう全然石が本物とか偽物とか全然関係なくて、私、こういうの大好きなんですよ。水仕事の時はさすがにしないけど、ちょっとね、お出かけとかすることがあれば、この今、アミュレットと合わせて、絶妙。ほら、こんなにゴージャスになっちゃう。いやー、こんなね、YouTube しててね、初めて、いろんなお話いただくんですけど、私こういうお話が一番嬉しいかもしれない。本当に嬉しい。ありがとうございます。はい、こっちにもしちゃおう。指輪だらけにしちゃおう。今日はね、こういう、普段使いでいつもこういうシンプルめな、あんまりごついのをすると仕事に差し支えがあるから、あんまりこうごついのはしないんですけど、あといつもしてるのはこれなんですよね。これもいただき物なんですけど、これ自分でちょっとご褒美に買ったやつなんだけど、これも重ね付けしてたんですけど、いやもう指輪大好き、どうしよう。こっちはこっちで重ねて、なんかギラギラさせて、ほら、ギラギラ。もう指は汚くて嫌なんだけど、ごめんなさいね。もう、こう、かぶれちゃって、パーマ液とか、もう消毒にかぶれちゃった後、ガサガサなんですよ。なんか、嫌なんだけど、でも指輪だけは、ネイルとかができない分、指輪とかが大好きすぎて、もう今回こんな、本当にありがとうございます。
はい、詳しいことはですね、あの概要欄の方に、書いておきます、はい、よかったら見てみてください。北欧の北欧テイストの、はい、マーク・ミレンさん、マーク・ミレン、はい、ちょっと聞き慣れないけどマーク・ミレンさんで、すごいあのお値段もカジュアルだし、いいと思います。外国のブランドなのかなということです。はい、いやー楽しみ、かわいい、もうこれこういうのも本当人差し指につけるの欲しかったの本当に、ね、これも本当ゴージャスすぎる、このちょっと出てるのがねかわいい、キューピックジルコニアで赤いちょっとこのね石がついてるのが、ポイントだそうです。はい、ということで、はい、よかったら見てください。この動画が何かの参考になりましたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。キラキラー、またねーこういうの憧れるねー。